私をドライブに連れてって。あ、そういえばね、私最近語学頑張ってるんだよね。だってさ、英語とかさ、中国語とかさ、喋れたらさ、もっと世界が広がると思わない？だから、もっとたくさんの出会いを求めてるから。でも、そういう意味じゃなくて、もちろんお仕事とかね、海外旅行に行った時とかすごく便利じゃん。そうなの。だから一緒に勉強しようよ。